えー、こんばんは。えー、まさです。農家と農編集でお送りしています。えー、一分間委託、えー。今日もジョネツクサーチャンネルのニュースの虎ロからお、えー、送りしていきたいと思います。久しぶりですね。えー、木曜日のニュース、ジョネ。えー、今回はこの、まあ、えー、まあ、この、 軍事、え、え、ジャーナリストの、この、黒井文太郎さんですね。え、そして、常年司、え、コラボ、イコール、真鍋ゆうかさんですね。え、崖っぷちの裏なしとして、え、この、常年さんが、この、ま、コーディネートをしてるというか、売り出ししてますけど、え、この、え、では、最初に、この、サムネ、え、この、説明欄を確認していきたいと思います。常年司、チャンネルニュースのトラガーから、ニュースでえ、プーチンの、この、核、 恫喝はどこまで本気か。この四半期のプーチンのおっちゃ、軍事ダナリストに聞く、まるでこの本作家、褒め,か,褒め,褒めかし、似合わせ、手ネくりで完全解剖ということで、本当に食えない女子と言われるようにこの褒、褒めかし、褒めかし、 歌詞ですね、褒め歌詞かな褒め歌詞似合わせですねなんかそういうもともとプチ、えーチ共産党での言葉ですねはっきり言わないということで、えー、この核についてもはっきりこの,、えー、この使うと言ってないけどに似合,似合わせですねで褒め、褒め、 褒め、ぼかしていますね。その辺はうまく、本当に、日本も、安倍元首相も、この北方領土で、まあ、騙された感じですね。公式と、この大統領の、この、ペフフ報道官も、まあ、結構縛りがあるということで、その、プーチンの,の、その、その言葉ですね、発言、そういう、プライド、メンツ、まあ、この、えー、肉体を鍛える、見せる、 ママッチョンかなそういうことでまた企業のこの社長に捉えてオーナーの社長に捉えてまあ、プーチン皇帝プーチンの独裁ですねそういうことで、えー、みんなプーチンに忖度するという現実ですね。えー、それも、まあ、売店 大統領もそのその試合ででうういうので、えー、この黒い文太郎さんもずっとこの、えー、プーチンの正体ということで、えー、この宝島社会出てますねそれと、えー、この黒い文太郎さんの軍事ですね、えー、工作策略の国際政治世界の情報機関とインテリデンス戦争ということで、えー、この 大人の、このおじさんの研究ということで、えー、本当に、まあ、その、専門の分野でかムもして、人間考察で、プーチンがどう考えてるか、プーチン、まあ、結局、プーチンの、うん、が決めますよね、最終的に。そういうことで、権力の残念りって、この皇帝ですね、プーチン帝国と言ってもおかしくないですね。どうなるか、その、サッカーみたいに、この、うん あのき肉体をき鍛えるそういうことで、えー、プーチンこの、えー、このにわせがですねこの核を使う核を使うという似合わせと、えー、褒めかもしですねそういう、えー、女子みたいなそういう言葉で、えーえー、この。 見ててみまし、えー、なるほどなということで歯がい気がしますけど現実、えー、ですねまあそういうこのバイデンの森越えー、もっと強気と言っていますけど、えー、そこは現実で駆け引きしていますけどまあ,あアメリカ大統領も買えればまた、えー、世界もガーッと変わりますけど、えー、これはプーチンの人間考察、えー、お,おじちゃん、うん、観察から見た黒い文太郎さんの意見でまあこれも穴り できない一面になっていくと、私も目から鱗ですね。ちょっとハいガいですけど、はい、え、ジョネ、この、もう一回確認して終わりたいと思います。え、ニュースジョネ、え、この、え、ジョーネツカチャンネルのニュースのトラガーの確認をしていきたいと思います。プーチンのこの核同核はどこまで本気か。え、四半期のプーチンウッチャー軍事ジャーナリストに聞く、え、まるで、え、大作家、褒め歌手、え、似合わせのテクニック、 に、えー、を完全、えー、解説ということで、えー、引き続き情熱草チャンネルニュースの動画をウォーチングしていきたいと思います。えー、マスタートです。マスターとこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願いします。次回の一本会員の宅おをい,いたしましょう。マスタートでした仕上げです。パシャンブレジュシャロム、シャロム、シャロム。